高校男子 1600m リレー決勝スタートを切っていきました。1走は各選手それぞれのレーンを走っていきます。ですからどこが前に出ているか少し分かりにくい状況ではありますが、そんな中藤田さん、前に出ているチームは、北摂サンダー滝川大にあたりが、飛ばしているような感じです、内側の滝川大に、それから7レーンの北摂サンダー、ただほとんどまだ差はありません、はい、姫路商業は少し遅れていますね、はいはい、姫路商業は準決勝でもこの8チームの中では一番タイムは遅かったんですが、はい、滝川大に永田といったあたりでしょうか、はい、滝川大にと永田がほとんど差がありません。続いて姫路商業が来ました。神戸科学技術の1点、北摂サンダが少し1走は遅れました、はい、そしてこの2走第2コーナー回ったところからオープンレーンに入っていきます。はい、いやさすが決勝戦ですね、姫路商業はエースの池澤君を第2走に使いましたので、はい、今トップに立っています。姫路商業が前に出ました、はい、位置取りもしっかりと取っています。姫路商業、滝川大に、そして永田と続いています。その後は兵庫高校が続いています、はい、さらには県立伊丹、北摂サンダ、神戸カニ、さらには最後尾に加古川東がついています。さあ姫路商業と滝川第二が1位争い、トップでバトンを渡したのは滝川第二、ただほとんど差はありません、はい、姫路商業うまくバトンパスをして前に出ましたね、はい、さあそして北摂サンダがここでググッと順位を上げてきました、はい、ここであまり焦ってはいけませんね、はい、いや車さん、また差が縮まってきましたね。そうですね、もう本当に大接戦というところですね、はい、さすがに決勝戦です。高校男子 1600m リレー、トップは滝川大に、姫路商業が続いて、さらには北摂サンダ、そして兵庫高校が頑張っています。さらには永田、はい、県立伊丹、神戸カニ、加古川東と続いています。上位は3チームに絞られましたか、はい、滝川第二がアンカーにトップでバトンを渡しました。これはどこが勝つか分かりませんね、はい、北摂サンダ、姫路商業がほぼ同時に行きました。ほとんど差はありません。滝川第二が徐々に前に出ようというところですが、北摂サンダもついていっています。まだこの3チーム、藤田さん、分かりませんよね、はい、滝川第二の藤田君も力がありますから、はい、なかなか詰まりませんね。さあしかし北摂サンダも追い上げますが、はい、徐々に差が広がってきています。ただ距離は 400m、 最後の最後まで分かりません。滝川第二が飛ばしています。最後のコーナーを回って直線コースに入りました。北摂サンダも追いかけますが、滝川第二差を広げます、はい、強い滝川第二、後半になっても衰えません。滝川第二が見事な優勝、タイムは速報タイム3分16秒88、滝川第二が見事な優勝、3年ぶり4回目の優勝を果たしました。1着は4レーンの滝川第二、2着は7レーンの北摂サンダ、3着は5レーンの姫路商業、そして4着は6レーンの永田ということになりました。滝川第二が見事な走り、はい、結局最後まで小島さん、はい、トップを譲りませんでしたね。そうですね、もう常に前へ前へっていうような本当気迫が感じられましたね、はい、最後の直線も衰えることはありませんでした。女子が確定しますとアベック優勝ですね。そうですね。さあでは優勝インタビューです。6着8レーン兵庫、3分22秒有効、放送席、見事3年ぶりの優勝を決めました滝川第二高校の皆さんです。おめでとうございます。1年生と2年生という非常に若いメンバーで走りました。一言ずつ優勝の感想を聞かせてください。はい、先輩たちが思いっきりやると言ってくださったので気持ちが楽になり、本当に楽にレースすることができました。後輩がちゃんと頼りがいのある後輩なんで、ちゃんと最後まで走り切ってくれたんで良かったです。やっぱりすごい心強い先輩方が支えてくれたおかげと、
お父さんお母さんの支えがあってここまで来れたと思います。ゴールはここじゃないんで次頑張っていきます。ありがとうございます。1走から3走までみんな頑張ってくれて1位でバトンもらったので絶対優勝してやろうと思って走りました。じゃあみんな最後にカメラに向かってガッツポーズしましょう。優勝おめでとうございました。